本当に人が欲しがっているプロダクトかどうかと、そのサービスを気に入って繰り返し使ってくれるかどうかが結構重要かなと。私たちはフリマアプリフリルを作っています。ブログに服の写真をアップして売り買いする女性が多いことを知り、洋服などを簡単に売り買いできるアプリがあればビジネスになると考えて開発しました。主なユーザーは大学生、主婦を中心とする若い女性です。リリース前に100人以上の女性にインタビューを繰り返しサービスの検証をしました。デザインはユーザーさんと一緒に考えています。開発時にはユーザーさんにプロトタイプを実際に触ってもらいます。そしてユーザーさんが思いのままに操作できているかどうかを検証します。ビジュアルデザインについてもインタビューやアンケートを繰り返してユーザーさんに好まれるデザインを検証しています。これらのやり方は創業時からずっと続けていて、ユーザーさんと一緒にサービスを作る文化が社内に根付いています。既存のユーザー体験を壊さずにマテリアルデザインという新しい概念を取り入れながら開発したため、最初のリリースでマテリアルデザインに準拠したのは 70% くらいでしょうか。対応の成果は顕著でした。新規ユーザーの継続率が 7% 上がり、滞在時間はなんと 200% のアップを記録しました。弊社のカスタマーサポートスタッフはユーザーから採用を行っているため全員がアプリユーザーです。新機能を検討するとき、新しいデザインを試すとき、あらゆるシーンでヒアリングやユーザーテストを行っています。レイアウトの調整はデザイナー自身が Android Studio を使って行っています。複数端末での表示を確認しながらデザインを調整できたり、便利なコード保管機能があるなど、デザイナーにもとても使いやすいツールです。個人間売買ができるアプリですし、お金を引き出したりすることができるアプリなので、バグがあったりしたりすると結構致命的なリスクになるんですね。それを Android デベロッパーのデベロッパーコンソールにある段階的なリリース機能を使うと 5% ずつとか 20% ずつリリースしていくことができるので、それを使えばバグがあったとしてもですね、未然に気づくことができたりして、すごい便利で重宝してますね。 Google のマテリアルデザインに準拠して以来、リテンション率は 20% 増えて、制約率は 30% 増えました。本当に人が欲しがっているプロダクトかどうかと、そのサービスを気に入って繰り返し使ってくれるかどうかが結構重要かなと思ってますね。社名もファブっていう素晴らしいっていう意味と、ホリックっていう中毒的っていう用語を足して作った造語でファブリックっていう社名なんですけれども、その社名に恥じないように本当に人が中毒的に使ってくれるサービスにしていきたいなと思ってます。